テストステロンの減少を防ぐために科学の力が必要である。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は最新研究でわかるテストステロンが激減する危険な行動7選ということで、2021年にアリエル大学から発表されたレビュー論文をもとに、テストステロンが下がってしまう危険な行動を7つご紹介していきます。テストステロンの分泌量は筋肉量と密接に関与していますので、筋力トレーニングの効果を上げたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずはテストステロンと筋肉の関係性からです。テストステロンの基礎知識になります。ベースがわからないとこれからする話の理解度がかなり落ちてしまいますので、わかりやすく端的にお伝えをしますのでお付き合いください。テストステロンというのは視床下部、下垂体、性腺軸を介して精巣で合成されるステロイドホルモンになります。男性のテストステロン濃度は女性の約10倍と言われていまして、別名男性ホルモンとも呼ばれています。テストステロンの大きな役割として筋肉や骨を作ったり、生殖機能を健康に保つ役割を持っていまして、テストステロン濃度を正常に保つことによって直接的にタンパク質の合成を促進し、タンパク分解を抑制することが2008年のマウント西内大学の研究で明らかになっていたり、2017年のペンシルベニア州立大学の研究によれば、テストステロン濃度を減少させることによって筋タンパク分解がより進むことが明らかになっているんです。また2011年のフェレンツェ大学の研究では、テストステロン濃度を中間値よりも上げることによって体脂肪の燃焼スピードに役立つというデータが出ていまして、これからダイエットをしたいと思っている方も増やしておきたいホルモン、それがテストステロンになるんです。その他にも気分や自信を向上させたり、体内の炎症が減ることも分かっていまして、強靭なメンタルを作るため、また体内の炎症を減らしアンチエイジングをするためにも重要なホルモン、それがテストステロンになるんです。2021年の最新の研究では、20歳から59歳の男性3875名を対象にして、テストステロンの値と体組成との関連についての分析が行われまして、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。テストステロン値が高い方が女脂肪体重、つまり筋肉量が多く骨密度も高かったということで、年齢を重ねても筋肉量を維持するためにテストステロン値を高めていくことはとても重要になるんです。今回の放送ではこの人生を豊かにするホルモンであるテストステロンが激減してしまう危険な行動を、2021年のアリエル大学のレビュー論文をもとに7つご紹介していきます。今すぐにでも改善できる生活に沿った内容となっていますので、筋肥大をより起こしたい、より有意義な毎日を送りたいという方はぜひ最後までご覧ください。2021年にアリエル大学からテストステロン濃度の変化に関してレビュー論文が発表されまして、テストステロン濃度が激減してしまう7つの行動というのが明らかになりました。まず1つ目、テストステロン濃度が激減する危険な行動は亜鉛の不足です。亜鉛は聞いたことがある方がほとんどかと思いますが、必須ミネラルの一つであり、大部分は筋骨格系に存在しています。具体的な効果として、体に取り込むことによって抗炎症作用や免疫機能向上、精子の形成、抗酸化作用、そしてテストステロンの合成という役割を持っています。1996年のウェイン州立大学の研究では、40名の男性を対象にして体内のテストステロン濃度と亜鉛レベルとの関連性について明らかにしていまして、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっています。亜鉛のレベルが高い方がテストステロン濃度は高く、逆に亜鉛のレベルが低いとテストステロン濃度も低くなるという結果でした。そして亜鉛は汗と一緒に排出されやすいことから、様々な研究で運動している方の亜鉛のレベルは低下しやすいことが分かっているんです。特に有酸素運動で汗をかきやすい方は注意が必要です。亜鉛の推奨摂取量としては、男性では 11mg、女性では 8mg ですので、卵や赤身肉、海藻類を食事で摂取している方は特に問題はなく亜鉛を補給できるかと思います。逆に普通に食事をしていて現在サプリメントで亜鉛を大量に摂取している方はとても注意が必要です。厚生労働省が定めている亜鉛の上限摂取量が 40mg になりますので、ほとんどの亜鉛サプリメントが1錠 50mg の亜鉛が入っていますので、1日1錠服用するだけでも過剰摂取になってしまいます。亜鉛の過剰摂取による副作用としては、
吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痙攣、下痢、頭痛などが初期症状として出現し、その後免疫力低下、善玉コレステロールの減少、銅の減少など重篤な症状へと移行していきますので、亜鉛は不足するのももちろんダメなんですが、過剰摂取にも注意しなければいけません。なので普通に食事をとっている方はサプリメントを摂取しなくても十分にテストステロン濃度を高く保持することができます。ただし減量期にあって満足な食生活を送れない方はサプリメントの摂取が必要になります。私がおすすめするのがナウフーズの亜鉛サプリメントです。1錠 50mg の亜鉛が入っていますので、砕いて量を調整しながら摂取していただくとかなり低価格で体に必要な亜鉛を補給することができますので、ぜひ試してみてください。あくまでも食事で補給できる方は食事で亜鉛を補給する、これは覚えておいてください。テストステロン濃度が激減する危険な行動、1つ目は亜鉛の不足でした。それでは次2つ目です。テストステロン濃度が激減する危険な行動、2つ目は睡眠不足です。睡眠不足によって生じるコルチゾールの増加というのはテストステロンには天敵であり、テストステロンと同じ餌を食べて成長していくのがストレスホルモンであるコルチゾールですので、睡眠不足というストレス過多になりやすい行動というのはテストステロンの餌が減少しテストステロン濃度を激減させる危険な行動になるんです。そして睡眠不足はテストステロン濃度の減少だけではなく筋肉にとっても最悪であり、2020年にビクトリア大学から発表された研究では24名の男性を対象にして睡眠不足によって筋タンパク質の合成にどのような違いが生まれるのかの研究が発表されまして、1日8時間睡眠と1日4時間睡眠で4日間の追跡調査を行い、摂取カロリーや摂取タンパク質量は同じ条件にしてどんな変化が生まれるのかの分析が行われました。そして結果としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっています。8時間睡眠と4時間睡眠を比較すると 19% 筋タンパク質の合成が下がっていたということで、睡眠不足になると筋肉がつきにくくなってしまうことが分かっているんです。そして筋肥大という側面だけじゃなく筋力増強という面でも悪影響をもたらすことが2018年のディーキン大学の研究で明らかになっています。この研究はレビュー論文といわれる研究デザインで、過去に行われた睡眠と筋力に関する研究17を分析し結論を導き出すというとても信頼性が高い論文になります。結果としては当然ですが筋タンパク合成だけではなく筋力も低下することが分かっていまして、特に二関節筋と呼ばれる大きな筋肉ほど睡眠不足による影響を受けやすいことが明らかになっているんです。もともと2011年のチャールズ・スタート大学の研究では睡眠不足によって筋内のグリコーゲンが減少することが言われていまして、筋グリコーゲンが減少するということは筋力を発揮するためのエネルギーが枯渇するということですので、大量の筋グリコーゲンを必要とする大きな筋肉ほど筋発揮率、つまり筋力が弱くなってしまうというわけなんです。なおかつ2012年の研究では睡眠不足の方の筋トレというのはしっかりと睡眠時間を確保している方と比べて知らず知らずのうちに総負荷量が減少することが分かっていまして、トレーニングボリュームの観点から見ても筋肥大を遅らせることが明らかになっています。つまり睡眠不足というのはテストステロン濃度が激減するだけじゃなく筋力トレーニングの質が下がり筋肥大、筋力増強も阻害してしまうんです。なのでしっかりと十分な睡眠をとりましょう、まあ、なんですけれども、筋肉にとってベストな睡眠時間というのは個人差が大きく、具体的に何時間寝れば大丈夫っていうものではないんです。筋肉ではなく体、脳にとってのベストな睡眠時間というのは厚生労働省アメリカ睡眠医学会が推奨している時間がこれぐらいになります。だいたい脳の働きを見た研究では6時間睡眠みたいな睡眠が不足しているのももちろんダメなんですが、8時間以上の寝すぎもダメっていうデータが数多くありまして、7から8時間の間で睡眠をとることが最も脳機能を高める睡眠時間だと言われています。ただしこれは先ほども言いましたが脳や体を健康に保つための睡眠時間であり、筋タンパク質の合成力をベストにするための睡眠時間ではありません。例えば日本で有名なボディービルダーの鈴木雅史選手ですが、彼の平均睡眠時間は5時間くらいと言われていまして、先ほど解説した平均睡眠時間よりもかなり少ない時間になっています。一方でボディービルダーの須山翔太郎選手の平均睡眠時間は
だいたい9時間くらいということもあって、平均睡眠時間以上に睡眠をとっている選手もいらっしゃいます。フィジーク選手で言えばライン・テリー選手は1日8時間くらいの睡眠時間をとっていたり、筋肉を生業にしている選手の睡眠時間というのはかなりバラバラなデータが出ているんです。やはりシーズンかシーズンでないかでも睡眠時間というのは大きく変わりますし、我々一般トレーニーで言えばトレーニングの量やトレーニング頻度によっても個人差というのはかなり生まれてしまいます。なので自分のトレーニングの量、トレーニング頻度を考えながら筋肉にとってベストな睡眠時間を考えていく必要があります。ただし自分のベストがどんな感じなのかがわからないっていう方もいらっしゃるかと思います。そんな時に有効なのが自分の体を客観的に評価してくれるフィットネストラッカーの使用です。フィットネストラッカーというのは時計型の機器で、心拍数によってストレスの数値や睡眠時間、睡眠の周期などを計測してくれる機器になります。今の睡眠時間で体のストレス、つまり体の酸化がどのくらい起こっているのかを客観的な数値で評価をすることができるんです。体のストレス数値が高ければ高いほど筋分解は進みやすい体になっているということになりますので、睡眠時間を増やす必要が必ずありますし、逆に睡眠時間を減らしてもストレスの数値が上がっていなければ活動時間を増やせるということなので、生活の質も上がるというわけなんです。私が使用しておすすめなのがこれです。他にも安いものがありますが、実際にエナジースコアといって休みが必要かどうかやストレス状態が一目瞭然でわかるので、こちらはとてもおすすめの商品になります。バッテリーも充電なしで6日間くらいは持ちますので、1万8000円とちょっと高めですがおすすめの商品になります。別にこのメーカーからお金をもらって商品を紹介するみたいな案件ではありませんので、実際に私が使っていておすすめなものを紹介しています。一度自分のトレーニングの量や強度に合った睡眠時間というのを計測してみてください。とにかくテストステロン濃度を高く保つために睡眠不足だけは避けるようにしましょう。テストステロン濃度が激減する危険な行動2つ目は睡眠不足でした。論文で解決チャンネル。テストステロン濃度が激減する危険な行動3つ目はマグネシウムの不足です。ミネラルの一種であり、体内に常に20から 30g 存在していて、そのうち約 30% は筋肉に含まれています。マグネシウムは酵素の活性化に主に関与していまして、主に筋肉の収縮や神経情報の伝達、体温の調整、血圧の調整、タンパク質の合成、血糖コントロールなど、テストステロン濃度を高く維持するだけではなく、筋肉を収縮させ大きくしていくために必要な栄養素になります。1日に必要なマグネシウムの摂取量として、男性では350から 370mg で、女性では270から 290mg と言われています。主に海藻類や魚介類、豆類に多く含まれていまして、普通に食事をとっていれば十分に足りるので、サプリメントは特に必要はありません。また昆布など低カロリーな食品にも多く含まれていますので、減量期でも不足しにくい栄養素になります。過剰摂取による影響として血圧の低下、吐き気、下痢症状が出現します。ただし食材で摂取する分には、過剰摂取になったとしても尿で排出されますので、サプリメントではなく食材から摂取するようにしましょう。テストステロン濃度が激減する危険な行動3つ目はマグネシウムの不足でした。それでは次4つ目です。テストステロン濃度が激減する危険な行動4つ目はビタミン D の不足です。そもそもこのビタミン D、 これどういう成分なのかと言いますと、ビタミン D にはビタミン D2 からビタミン D7 までの6種類ありますが、体に有益な効果をもたらす代表的なビタミン D であるビタミン D3 は他の栄養素とは違い、食品からの補給はほとんど行いません。ビタミン D3 の生成に関わるのは UVB であり、皮膚が太陽光を浴びることによってビタミン D3 が生成されるんです。なので屋内で働く方や冬場というのはビタミン D3 の生成が不十分となり、ビタミン D 不足に陥り、テストステロン濃度が減少しやすいんです。イギリス政府から発表されたガイドラインからは、ビタミン D は健康な方であれば1日 2000IU は摂取するべきという話になっていまして、夏場でも屋内で仕事をする方はサプリメントの摂取が推奨されています。アメリカ国立がん研究所のデータでは、9歳以上の方は1日 4000IU のビタミン D の摂取が推奨されていまして、過剰摂取によるビタミン D の毒性域値というのは 1000IU 以上という大体の目安がありまして、
普通に生活をしていればビタミン D の過剰摂取は起こらず、それよりもビタミン D の不足の方が圧倒的に問題になるというデータが出ているんです。特に筋トレをしている方や日々運動している方というのは、血中のビタミン D レベルが 6000IU になることによってテストステロン濃度が向上するだけではなく、筋分解遺伝子であるミオスタチンの活動抑制、運動パフォーマンスの向上の恩恵が受けられますので、1日 3000IU くらいを目安にサプリメントの摂取をお勧めしています。すべてのビタミン D をサプリメントで摂取するのは過剰摂取のリスクにつながってしまいますので、サプリメントプラス太陽光を浴びるという意識でビタミン D は補給するようにしましょう。なおかつ太陽光の暴露によるビタミン D の生成というのは、体が勝手にブレーキをかけてくれることが分かっていまして、太陽光からビタミン D を作る分にはビタミン D の過剰生成によるビタミン D 中毒には陥らないというエビデンスがありますので、ビタミン D の過剰摂取が心配という方はたっぷりの日光を浴びるようにしましょう。ただし冬場は特にビタミン D の不足に陥りやすいので、私自身はサプリメントの併用をお勧めしています。1日 3000IU と聞くとかなりの量のサプリメントを摂取しないといけないんじゃないかと思うかもしれませんが、私がお勧めしているナウフーズのビタミン D3 のサプリメントは一粒 1000IU で180粒入って1180円ぐらいで販売していますので、1日20円いかないくらいの値段で 3000IU のビタミン D を補給することができます。特にナウフーズからお金をもらっているわけではありませんが、信頼性や価格からナウフーズはめちゃくちゃおすすめのメーカーになりますので、概要欄にナウフーズのサプリメントの URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。テストステロン濃度が激減する行動4つ目はビタミン D の生成不足でした。論文で解決チャンネル。テストステロン濃度が激減する行動5つ目は不健康な体脂肪率、つまり肥満になることです。脂肪を増やすということは絶対に避けるようにしてください。これは体重が重くなるのが悪いわけじゃなく、脂肪を増やすのがダメということです。2020年にマイアミ大学からテストステロンと脂肪細胞であるレプチンとの関係についての研究が発表されまして、男性1193名を対象にしてテストステロンの量と年齢、同位、血圧、レプチンにどのような関連があるのかの因子分析が行われました。因子分析ですので、要はテストステロンが減少してしまう原因として年齢と同位、血圧やレプチンがあるんだけど、どれが一番関係しているのかという重み付けをした研究になります。この因子分析というのは症例数が多くないとできない研究手法ですので、やはり1193名と多い症例を使った研究ですので、これは貴重な研究だと言います。でも早速結果なんですが、実際の論文の表を出すとこんな感じになっていまして、テストステロンの減少と関連があるものとして一番関連があったのは脂肪細胞であるレプチン、次に同位、そして年齢というような感じでした。つまり脂肪細胞であるレプチン、体型である同位が増えるごとにテストステロンは減少し、年齢、つまり寿命が伸びるごとにテストステロンは減っていくということです。脂肪が増えればやはり同位も増えていきますので、太ってくればテストステロンというのは減少していきますし、年齢を重ねるごとに男性ホルモンであるテストステロンも減っていくというわけなんです。若い方で肥満体型というのは活気とかやる気なんかを失いやすいですし、年齢を重ねてもかっこよくありたいのであれば肥満体型は絶対に避けなければいけません。しかも2020年に中国から発表された研究によれば、この肥満体型というのは生殖機能にまで影響を及ぼしてしまうことが分かっていまして、合計1万人以上の方を対象にしてメタボリックシンドロームの症例では生殖機能というのはどうなるんだということを分析したんですが、結果としては男性では女性ホルモンが多くなり、精子の量や質が減少したということでした。メタボリックシンドロームですので、簡単な基準としてはウエストが男性で85センチ以上、女性で90センチ以上ですので、ここに当てはまってしまう方というのはホルモンが不調になるだけではなく生殖機能までもが落ちてしまうということなんです。現状世界の約 13% が肥満体型と言われていますので、若い方でも最近なんか太ってきたなとか運動不足だなと自覚している方も多いと思いますが、肥満体型になるということはテストステロンを減少させ生殖機能までもが低下するということですので、絶対に避けるようにしましょう。テストステロン濃度が激減する行動5つ目は不健康な体脂肪率でした。そして次、
テストステロン濃度が激減する行動6つ目はタンパク質の不足です。筋肉にとっても重要なタンパク質というのはテストステロンにとっても重要になるんです。2020年にニューイングランド大学からラットを対象にしてタンパク質の摂取とテストステロン、そして生殖機能との関係についてのメタ分析が発表されました。ラットを対象にしてはいますが、信頼性が高い論文だけを集めて分析をするというメタ分析という研究デザインを使っていますし、テストステロンだけじゃなく生殖機能までも解析してくれていますので、これはとても貴重な研究だと言います。筋タンパク合成を担うタンパク質の摂取はテストステロンにどのような影響を与えるのかと言いますと、結果としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっていまして、タンパク質の量が少ないとテストステロンが下がることはもちろんですが、精巣の大きさ、精子の数までもが減少したという結果でした。つまりしっかりとタンパク質を取らないとテストステロンだけじゃなく生殖機能までもが落ちてしまうというわけなんです。では実際にどのくらいのタンパク質量を摂取すればいいのかなんですけれども、テストステロンや健康面だけを考えるとこんな感じになっています。これは厚労省が発表している推奨量でして、基本的には18歳から64歳までは健康に気を使うのであれば、男性は1日 65g、 女性は全ての年代で 50g という感じです。これぐらいであれば朝昼晩に魚もしくは肉を食べれば簡単にクリアすることができます。テストステロンの維持や健康面ではこれぐらいが最低量になります。ただしテストステロンを向上させるのにプラスして筋タンパク合成を最大化させるためにはこの量だけでは不十分でして、2018年のマクマスター大学の研究では筋肉量のアップや筋力アップを目指すのであれば、1日に必要なタンパク質量というのは体重1キロあたり 1.6g というデータが出ていまして、この 1.6g というのが競技者ではなく一般トレーニングの方が筋肥大率を最大化させるためのタンパク質量になるんです。ボディービルダーを対象にしたウエスタン大学の研究では、競技レベルの方を対象にすると最低でも体重1キロあたり 1.7 から 2.2g のタンパク質量が必要というデータも出ています。これは持久走系のアスリートに関しても同様で、体重1キロあたり 1.6g は少ないという結論も出ていますので、普通にかっこいい体を目指して筋トレをしている一般トレーニーの方であれば1日体重1キロあたり 1.6g で十分なんですが、それ以上の競技者であれば1日体重あたり約 2.0g のタンパク質量というのが必要になってきますので、この部分は注意するようにしましょう。そして筋肉量を落とさずにダイエットをしているという方もタンパク質量にはとても注意が必要です。2014年の AUT 大学の研究では、このカロリー制限中のタンパク質の摂取量としてどのくらいのタンパク質量を摂取すれば筋肉を落とさないように減量できるのかを6つの信頼性が高い研究で分析をしてくれていまして、結果としては体重1キロあたり 2.3 から 3.1g のタンパク質量が筋肉を萎縮させないタンパク質の量だという結論が出ているんです。つまり体重1キロあたり約 3g ですので、体重60キロの人で言えばタンパク質 180g ぐらいはテストステロンを落とさずに、なおかつ筋萎縮を起こさない減量期を過ごす上では必要になるんです。かなり量が多いですが、自分が鍛え上げた筋肉を可能な限り減量期に維持したいのであれば、体重1キロあたり約 3g のタンパク質を摂取するようにしましょう。以上がテストステロンを減少させないためのタンパク質量、そして筋トレタイプ別のタンパク質の推奨摂取量でした。そして最後、テストステロン濃度が激減する行動7つ目はカロリー制限です。2010年にワシントン大学からカロリーの制限によってテストステロン値はどうなるのかという研究が発表されました。研究の方法としては対象を2つの群に分け、1つ目が1日1350から2415キロカロリーに制限をして加工食品をほとんど取らない群と、2つ目の群が2145から3537キロカロリーでカロリーだけを制限した群で、この食事を7年間続けたらテストステロンはどうなるのかの調査が行われました。どちらの群もカロリーは摂取カロリーよりも消費カロリーの方が高くなるように設定され、加工食品の有無や摂取カロリーの量でテストステロンはどう変化するのかを分析したという研究です。でも早速結果なんですが、結果としてはどちらの群もテストステロン値が
31% 減少したという結果でした。つまりカロリー制限をするとテストステロン値は減少するということで、基本的にはテストステロンを上げたいのであれば何を食べるか、そしてどのくらいのカロリーを摂取するかよりも摂取カロリーが消費カロリーを上回ることが重要というわけです。また最近流行りの糖質制限食は高糖質食と比べると 36% テストステロン値を低くすることも分かっていまして、だいたい総カロリーの 40% くらいは糖質を摂取する必要があるんです。このテストステロンと糖質、つまりは炭水化物の関係性に関しては古くから明らかになっていまして、1987年にライフサイエンスという科学誌に掲載された研究では、カロリーの量は統一した上で高炭水化物を10日間食べたグループと低炭水化物を10日間食べたグループでテストステロン値になんと 36% も差が生まれたということで、高炭水化物食を食べたグループの方がテストステロン値が向上することが分かっているんです。もともと炭水化物を制限する糖質制限というのはストレスホルモンであるコルチゾールを大幅に上げてしまうことが分かっていまして、このコルチゾールはテストステロンと同じ栄養素を食べて増えるホルモンですので、コルチゾールが増えることによってテストステロンの餌がなくなってテストステロンも激減してしまうというわけです。なのでテストステロンを増やして日々の活力をみなぎらしたいのであれば、炭水化物というのはしっかりと摂取する必要があるんです。最近元気がないなっていう時はしっかりと炭水化物を摂るようにしましょう。以上が2021年にアリエル大学の論文で明らかになったテストステロン濃度を激減させてしまう危険な行動7選でした。亜鉛、睡眠、マグネシウム、ビタミン D の不足、不健康な体脂肪率、タンパク質の不足、カロリー不足でした。どれか一つでも当てはまっているという方はテストステロンが激減してしまう可能性が大いにありますので、改善をするようにしましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。